この温度セーフね。生活食堂いいな。隠れ家食堂本当今通りなんかもうねちょっと暗くなってきたあたりに突然現れる。もう行ってみましょうか。もう全然これが本番通りですよ。もう距離感もこんな感じ。うん、大体こんな感じですね。じゃあ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ね、もうアルコールが弱いんで、あ、もうまた私のペースで入れますからね。あ、いいね。お時間いただきました。ありがとうございます。乾杯で。ね、ハイヤーの社長が来てくれております。お願いします。お名前は何にしておきましょうか。お名前は何にしましょうかね。前一度ね、あの軍曹の送ってもらった時に、軍曹さん千人達成はいはいはいか何かの時、ペンネームは一回使ってもらってますよね。あの時はね、なるまいにしたんですよ。なるまい、なんでなるまいなんですかね。なるまいはね、小学校の時に、はい、剣道やってて、はい、で剣道の、大将をしてたんですね。へえ。大将っていうのはいわゆるキャプテンのこと。ね、いや5人団体5人戦の一番最後ですね。先方次方中堅、キャプテンとか副部長とかそういう肩書きじゃなくて、じゃなくてその出る順番の言っても最後の一番偉いというか強い人でしょ。ね、うちで言うと、すいませんね、今ラジオみたいな喋り方はっきり喋ろうとしてるから、スイッチがもう入ってますから。もうちょっと普通に喋る、ね、先方、次方、はいはい、中堅、副将、大将とあって、はい、うちの剣道は副将、要は前4人で勝負決めようぜっていうチームだったんですよ。はあ、なるほどね。まあそれはどこもそうかもしれないですよね、戦略というか。そうそうそう。で大将がどこのチームも強いのが来るから、うんうんうん、うちのチームは大将はまあちょっとこう落としてもいいかぐらいの。謙遜してるんじゃないですか、それは。そんなわけないでしょ。大将は大将でしょ。で、ね、そこからのなんでなるまいだったんですか。でそこからの決勝戦まである大会で行って、はい、副将まで4人までで勝負つかなかったんですよ。で大将決定戦ってなって、でもうすごい重圧になるじゃないですか。で先生に出る前に呼ばれて、もう分かってんのかと。分かってんのかって、覚悟はできてんのかと。大将戦、うんうん、でここで勝たねばなるまいって言われたんですよ、先生に。勝たねばなるまい。お前がここで勝たねばなるまい。そんないつもそういう喋り方の人じゃないけど、勝たねばなるまい。そうそうそう。でそこのなるまいがちょっとフューチャーされて、その少年団の団員が全員こうちょっとこうからかう感じでこう頑張らねばなるまいとか。それはそのなるまいって言われた一人だけがってこと、みんながその流行ったってこと、なるまい。いや、うん、人、まあ、ある対象にだけがそのなるまいっていうワードが乗っかってきたってこと。僕に対して乗っかってきたんですよ。でそっからじゃあちょっと茶化されるみたいな感じで、茶化すやつがこうねいるじゃないですか、こう茶化すやつが。でそこら辺から派生してもう全員にもうなるまいって言われるような、あだ名みたいな、あだ名みたいな。あ、そうな、そのなるまいは絶対たどり着けないなるまいよね。じゃあなるまい、いいあだ名っすね。なるまいでいきましょうよ。じゃあ今日はハイヤー社長のなるまい社長が来てくれてますけど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。今日だから、こっちでお食事して自分はホテルで一泊して、はい、明日の午前中に工房という工場を見させていただくと、うんうんうん、大丈夫なんですか、入って。あ、大丈夫ですよ。企業秘密があるんじゃないですか。企業秘密はね、特にないです、ね、そうだ。結構お客さんで来る人いるっすか。いやいや、なん今まではあんまり、今までなんか数えるぐらい、そうですね、3社ぐらいとかですかね。
昔自分がお邪魔させてもらったところはもう ないというか別の方が使ってたりするんですか？ね、多分誰も使ってないそうなんだじゃないですかね。あそこはあの たまなんとかでしたっけ場所の名前？たましまです。たましまか。なんか曲がったらね、すぐ帽子屋さんの看板がね、製帽って書いてあって、そこの帽子屋さんが、まあ言ったら師匠ですね、帽子の師匠。ああ、ありがとうございます。鳴る前社長にも師匠がいたんすか？師匠いますよ。師匠からのいろんなことを教わっての今なんですか？そうですね、師匠、そうですね、師匠いますね。そうなんだ。今でもつながりがあるというか？はもう全然ありますよ。こういう時ってどうするのがいいんですかみたいなアドバイスとかも今でももらったりするんですか？ただこう前にいた玉島っていうところが、あの型物の産地なんですね。型物、ああその型で、あのハットとかそういうやつに多いやつでしょ？ハット系とか。あ、型物ですね。型物っていうんですけど、そこの型物を作るときは相談します、ね。ああ、なるほどね、うん。そこはやっぱ得意な場所というか。そうですね。それ以外のところはもう俺流で、なるまい流のやり方をもう極めて。布箔、布製に関してはもう独学ですね。まあ独学。まあそのものを見て、なるほどっていうか、こうだなっていうのを理解して作っていくってことですか？そうですね。失礼します。はい、失礼します。何牛でしたっけこれ？これチア牛ですね。チア牛、うまそうだな。チア牛自体はね、ちょっと県北の新見っていうところなんですけど、はいはい、県北。いやでもね、熊本の人間、まあ俺だけかもしれないですけど、岡山の土地感とか全くないんで、うん、その南に小島があるぐらいしか分かってないです。南に小島ですね。ちょうど真ん中の南に小島で合ってますよね。ど真ん中の南って感じですね。だからその、ね、東西南北どういうところに何があるのかとか、その美観地区がどっち、西でしょ、まあ岡山行くからしたら西に行ったら美観、倉敷の方でしょ。あ、そうですね。美観地区とかも岡山の中心ってどこになるんだろうな。岡山地図で見ると、その岡山駅は真ん中よりちょっと右上にあるって感じですけどね。勘違いですか？岡山市は、岡山の駅とかは多分地図で言うと、将棋で言うとど真ん中の歩を一歩進めたぐらいの位置じゃないですか、ね、分かりにくくないですかその説で。歩をちょっと一歩進めたぐらいが岡山駅。岡山、ね、えあ、じゃあ結構下なんですね、うん、下岡山駅っていうのは。そうですね、ちょっと下ですね。で、小島は王の左の金ぐらいですかね。下地図の距離感、俺将棋の盤で話す人初めて会ったんですけど、伝わりますかねこれ。いや、すごい伝わるけど、逆に真ん中あたりで説明しようがないっていうか。倉敷が、あ、その今の金のなんとかって言ってたのが小島ですね。小島か、うん、金ぐらい。倉敷はほら、もう倉敷があるでしょ。倉敷はね、桂馬の金の横銀があるでしょ、はい、銀の前の歩ぐらいじゃないですかね、はい、あぐらいの倉敷。はいはいはい、なるほど。そう、やめましょうか。でもちょっと分かったです。分かりにくいか。ピープルゲットレディ、耳寄りな日曜日。古着仕入れって、はいはい、ちょっと今耳寄りがね、再スタートで、うん、今ちょっとね、家族のディープな話が終わったところですね。そうですね、各々の家族のね、ディープなトークでちょっと中断したんですけど、今から復活で、だいぶお酒も進んで。今注文大丈夫ですか？あ、次の頼みましょうか。あ、まあ、はい、あと、はい、その仕入れ、古着の仕入れ、古着の仕入れって、古着にもこう
A 品、B 品、C 品、うん、A 級、B 級、C 級でした。なんかランクがないですか？こうやれ破れてるとか。まあ、それはどこが決めるっていう意味？そのランクっていうの？要は俗に言うこうボロとか言われるような、はいはい、例えばなんか、まあ、もう首周りが割れてるとかパンクしてるっていうの、カーハートのダックジの、あのカバーオールとか、はい、あの辺とかでももう結構派手な破れがあるとか、うんうんうん、ああいう商品もあったりするんですよ。ね、今それこそ言ったカーハートのダメージの破れてるとかっていうのは普通にあの古着の卸の買い付け場にもあります。でもあるけど、それが別にボロとか D 級ですとか C 級ですっていう分け方は、すいませんお酒飲んでゲップばっかりして、あのそういう分け方は全くされてないですよ、俺が行くところでは。もう全部一緒にしてあります。でボロが好きなお店とかボロを集めてるお店はそこからピックしていくし、ある程度状態がいいのしか置きたくないっていう うちとかはそれはもうスルーって感じですね。こっからが S ランクのやつです、ここが A ランクですっていう分け方は多分してるところはないと思います。基本はもうごちゃ混ぜでピックするバイヤーによるっていう感じなんですよね、そのダメージ系としてラックをまとめてるところはあるかもしれないけど、だからそこが安くしてるよとかそういうことはないですね。あ、値段もじゃああんま変わんないって感じ。まあボロいなりに若干は安いかもだけど、だから買いたいって思うほどの値段じゃないんじゃないかな。てか多分向こうからしたらボロくても欲しいでしょ、買うでしょっていう思いで多分それを置いてるんで、なんとなくそういう感じはしますね。カテゴリーでは分けてるというよりはもう好きに選ぶ人は選んでって感じですね。ただもうカンハートのそのね、今やっぱ人気なんで、ダックジのカバーオールとかあのね、いろんなジャケット類はもうないです。本当にあのボロいのしかない。これ持って帰りたいって思うのは本当もうそこの山があって1着2着あるかな、はなかったなっていうのが多いですね。結構最近なんかボロがこう興味湧いてきてるんですよね。もうそれはもう今まさにちょっとしたトレンドですもんね、ボロっていうのは。なんかボロを直してきたい。あ、直してきたいはずか、それ。ボロをリペアしてきたいって感じ。ああ、ボロのまんま着たいわけじゃなくて直してきたいってこと。直すというか自分なりにこうなんだろう、すごい背が高いわけでもなく、割とどっちかというとこうがっちりしてる体型なんで、なんかねここまで実はこれ詰めてるんですよ。あ、うちで買ってくれたユーロワークのカバーオールを、これを、ね、自分でやっぱミシン踏めるからですね。本当はもうちょい太かったけど、はいはい、3センチ詰めて細くしてるんですね。そういう風にちょっと、まあ、手を入れて楽しみたい。そうなんかそういうのなんかもうボロボロのやつとかをこう綺麗に叩いたりとかして着るのもいいなって最近思いますね。まあそれをできるとかやりたいっていう人にとってはまだ探せるかもしれないですけどね。まあ、本当にそのカートに関してはもうまさにリアルワークで、多分その擦り切れるような現場で多分酷使されてるんで、もう多分限界まで行って捨ててるんですよね。でそれをリサイクル業者さんが集めて流してきてるんで、要はもう無理、捨てるってなって捨てるところまでボロになってるんで、だから結構な大手術だとは思いますよね。俺が見た感じではここだけ穴開いてるなとか、ここでちょっと破れがあるなとかじゃないですもん。なんかもう避けてるみたいな、この人死んだんじゃないかなって思うぐらい、なんかこうなんか何かに挟まれて死んだ人の服かなって思うぐらい破れてる時ありますけど、ね、いや燃えますね、オペしたいですね。そういうのもそうなんです。でもそこはこう職人魂がちょっとこう、そうですね、手を入れたくなるというか、しかもこう最近こう、まあ、子供が小さいから寝るの早いんですよね。はいはい。もう最近4時とか5時に目が覚めるから、
はいはい、朝 2,3 時間あるんですよ。そこでやろうかな。そうそう、その朝の 2,3 時間でそういう時ぐらいミシン踏まなくていいじゃないですか。仕事中も踏むのに、ね、ギター弾きましょう。ギター眠ってますよ、ね、あの鳴る前さんもあのギターねやってましたからね。ギブソン J50 と J50 持ってるんですか。 J50 持ってるんですよ。いいっすね。ただもう弦はもう緩みまくりですけど、逆取りしてるかもしれないですよ、緩めてたら。テレキャスターは完全に沿ってましたね。テレキャスターはどこのやつですか。テレキャスはあのフェンダー USA のやつ。いいの持ってますね。20歳か、はい、の時にバイトして貯めて、当時でどんぐらいだったかな、22万とかだった。アメスターとかですか。アメリカンスタンダードとかですかね。ね、確か、何色でしたっけ。キャメベージュっぽいやつ。なんて言うんでしたっけ。そのバタースコッチブランド。バタースコッチ、あ、うん、あのブラックピックガード。バタースコッチのブラックピックガード。あ、じゃあまさに俺が持ってたのと一緒っすよ、それだけ。あの俺ら世代の時に多分一番流行ってたアメリカンヴィンテージシリーズの、そうですね、そうですね、あ、まさに一緒っすよ。そうそうそう。で、たまたま楽器屋に入れてもらったのがボディが1枚木だったんですよ。おーい、聞きました皆さん、1枚木、はい、ワンピースボディ、ワンピースボディがたまたま入った。うん、やっぱりギターは木ですからね。それが今やもう沿ってますね。ネックがそれは直せばいいっすよ。直るんですかね。でも俺のは、ネックがダメだったんですよ。俺のもネックが沿ってて、もうそのアイロンがけというか結構熱かけてフラットにしようとしたけど、これダメだって、東海が気に入った職人さんがもう無理って言ったんで、でアメリカからそのワーモスというところのネックを注文して、USA のネックをくっつけて今使ってるんですよ。だからネックを変えました、俺自分は。あの、もう服の話しようぜって話だったんですけど、そのギターの修理はいいから服の修理の話してくれる。いいっすね。いや、いいギターっすよね。それはもうお子さんたちが引き継いでくれれば、うん、そうですね、それまでまあ大事に取っとこうかなって感じですね。 J50 は名機ですよ。 J50 よりも J50 だったんですよね。いや、もう分かる、うん、あのナチュラルフィニッシュが、ね、いや、めちゃめちゃ好み一緒っすよ、うん、2001年だったかな、確か買ったのが。 J50 憧れるっすね。でも J50 はオークションで買ったんですよ。はいはい。たまたま安くなってて、でも今しか多分ないなと思って。いや、今もう持ってた方がいい楽器っすよ。おめでとうございます。ちょっと服の話していいですか。はい。あのちょっと前にあのラジオ先週になるのかな、あのバーンズさんの中国製が出てきてる問題とかをちょっと聞いてもらったっすか。あの話は聞きました。そこでなんか いわゆるメイドインジャパンのものづくりをしてる鳴前社長に、なんかそこの話をちょっと聞きたいなとか思ってて、なんかあのエピソードを聞いて、なんかこう率直にパッと思ったこととか、なんかうちと比べてとかこういう思いもとか、なんかいろんな話をざっくばらんに聞かせてもらえないですか。なんか予想さんがね、メイドインジャパンを貫けなくなってるというか。メイドインジャパン、もともと帽子の業界に入る前はジーンズ業界にいたんで、はいはい、でまあ倉敷市、岡山県の倉敷市の小島っていうところにいたので、はい、なんとなくのその川上から川下までの流れとかは、なんとなく分かってるつもりではいます。もう現場の中を見てるってことですよね、はい、で、これをあまり大きい声では、これね、今鳴前社長が言わんとしてること俺多分もう分かってるんで、俺もそれタブー的な話でしょ。タブーっていうか、まあでもね、もう耳寄り情報として、そうそう、だから何をもってメイドインジャパンと言ってるのかっていうところになってくる話ですよね。そうですね。
だからこれはもう耳寄りだからっていうことで、まあ、小声でね喋る感じだと思いますけど、ちょっとまあちょっと鳴前社長の方から、あの 現状ぬ、まあいわゆるぬいこさんって言われる人たちってこうもう、一時期のこう繊維業界が大繁栄してる頃、まだメイドインチャイナもない頃っていう前世の頃に踏まれてた方っていうのはもう60歳70歳ぐらいの方が多くて、はいはい、そこのそれよりも下の世代っていうのがいないんですよね。そのいないっていうのはなんか例えば60代の人がいたらその下に普通50代の人40代の人って職人さんがいるのがまあ普通とみんな思うじゃないですか、はい、なんでそこは いないんですか。一つの要因としては、うん、まあ、予想なんですけど、そのタイミングで中国にシフトしていった生産背景が、うんうん、はいはい、日本の繊維業界とかが向こうの方が安く作れそうって感じでドッとみんなが動いてシフトしたで、そうですね。でそのタイミングでまあ国内の仕事量が激変して、はいはい、うん、繊維業で働くよりも違う仕事をした方が身入りがあるっていう、縫い子さんが不足したんですね。それを解消するために、よくどの業界にもあるこう実習生とか研修生とか、ああいう制度を使って中国だったりベトナムだったり海外からこう人を呼んで縫ってもらってるっていうのが割とまあ国内の現状であったりとかしてて、メイドインジャパン日本で作ってるけどメイドインジャパニーズではないんですよね、はい、今のそのものづくりの現状が。自分もだからね、名前はあえて出さないですけど、みんなすぐ分かると思うけど、自分もお世話になってたデニム工場に行った時にもう縫い子さんたちの中にその中国系の人がいて、その中国語が飛び交ってたのも覚えてるし、そのベトナム系の女性の人がミシン踏んでるのももう見てるんで、だからあ、そっか、現状はこういうことになってるんだっていうのはやっぱりその最初見て思ったし、ただそれを見て裏切られたっていう気持ちまでは俺は正直思わなくて、あ、そっか、この人たちが今日本の例えば先輩の縫い子さんとかから継承というかその管理されてる体制で縫ってるんだなっていうのを ただ単純に受け取ったというか、だから、そこに対してすごいアレルギー反応があったかは言われると全くないんですよ。ただその鳴前社長に、まあ、この話をちょっと俺がね聞きたいなと思ったのは、まあ鳴前社長が今言った通りのことはもう 俺もそ、あ、やっぱりその話になってくるんだなと思ったけど、そのよく日本のお取引してたブランドたちも含めて、それ以外のブランドさんも含めて、職人がこだわりを持って作ってますとか、これは職人でしか作れない服ですみたいな、やっぱ広告宣伝をするじゃないですか、はい、職人が作り出したシャツとか、でその職人っていう言葉イコール本当そのなんかもう60、70代の人がもうなんかメガネしてこうミシンの穴をこうもうなんかもう本当にその人しかできない技で通してるみたいに、なんか職人っていう響きにそうなんかイメージを持たせちゃうけど、普通にその中国人だろうがベトナム人だろうが日本人だろうが一緒だけど、結局そこねパートで働いてるおばちゃんもう職人さんになるわけじゃないですか。そうですね、パートタイムで働いてる人たちも職人であって、それをちょっと日本のブランドたちが職人職人っていうのをなんかえらいこう なんかあがめたというか、なんか偶像じゃなくてなんか作りすぎたような気がするんですよね。その もちろんそれは売るためのそのアピールとしてそれはすることとしてはもちろん当然のことかもしれないけど、なんか見えないのをいいことにというか、その作り手さんは見せないじゃないですか、見せないことをいいことに、そのどんな職人さんがいるんだろうって俺らその購入してる側は想像するだけで、
なんかうわこれすごい熟練の人が多分塗ってるからこんなにうまいんだろうなとか、このステッチはこれはもう長年の職人さんしかできないよなみたいな、なんかもうそういうイメージをこう勝手に作っちゃったというか、でも塗ってるのは本当タイムカードをして、じゃあ今日これ塗ればいいんですねつって塗って、じゃあお疲れ様でしたってね、タイムカードをして帰っていくような人たちもそのシャツを作ってくれたり、全部俺が言ってるのはその悪い意味とかでも全くなくて、それが普通だったのにっていうか、なんかその過剰にメイドインジャパンとか職人技っていうのをなんか変に歌いすぎたのが、なんか変にそのギャップというか、なんかこうなんか騙してるじゃないか俺たちを、になんか勝手にしちゃったんじゃないかと思ってるんですよね。なんか普通でもそのまあ言いながらですけど難しいけど、別にはいじゃあパートのおばちゃんが縫ってるシャツですとかは言えないのはわかるけど、なんかねその過剰な広告があったような気がするんですよね、メイドインジャパンっていうものに対して。メイドインジャパンとか職人ってパワーワードですもんね、食品でいう無添加みたいなもんですもんね、それを食べてれば間違いないとか一番いいものだみたいなね。そうですね、実際そのちょっと話がずれますけど、その実習生、技能実習生でいいですかね、なんかその技能実習生とかの人たちが、ね、うん、例えば来てすぐはもちろん下手くそっていうのは分かりますよ、あのその1年2年とか 3年でしたっけ最長、2年でしたっけ、法制に関しては3年ですね。3年でこれ本当コロナの時自分もお聞きしたのが、1年目の子はその前にいた3年目の子が教えて引き継ぎをして、で帰っていって、で今度その引き継ぎを受けた子が2年目3年目って育って、でまたその要は3年周期でずっとリレーが、今年来たベトナムから来た子をいた子が教えて、でそこを覚えて、でまた帰っていって、でバトンがつながれてたのがコロナで渡航が禁止になったことによって、そのリレーが途絶えちゃった、だから引き継げる人も今日本に誰もいないから、結局そこからが工場の取り合いになっちゃったというか、人手不足とかね、日本メイドインジャパンの工場がもう縫い子さんがいないいない言い出したのは、もうその本当コロナのバトンが切れたからっていうのを聞いてて、まあ、もう本当なるほどなと思ったんですよね。でもまあそうやってずっと技能実習生の人たちが覚えて3年間かけて腕を磨いてそれを作ってものづくりをしてくれてたっていうところに関して、まあ鳴前社長は現場は見てないかもしれないけど、そのじゃあノットジャパニーズという言い方しちゃいけないかもだけど、その日本人じゃない方が塗ってるメイドインジャパンの製品を見て悪いと思ったことがないでしょ、そのあもう粗悪だなんて、もうそのきっちり管理課の元だったらちゃんとやってんなって思うことの方が多くないですか、それともいやーこれで日本製って言っていいのみたいなところで気づいたこともありますか。縫ってるこのその人によるですね、結局は人が縫うから細かいところに気が付く子もいれば、はいはい、こう雑把な子もいれば、そっか、そこはもう性格になっちゃうんですね、うん、器用な子もいれば不器用な子もいるから、そりゃそうっすよね、日本に、うん、はいみんなで行って、で何をさせられるかも分からず行って、そこが縫製工場で、その得意不得意も先に聞かれたわけじゃ ないかもしれないじゃないですか、その 何をするかっていうか、その手先が細かい子だけが全員来るわけじゃないでしょ。あれ各工場さんが中国もしくはまあその国に行って、はい、ある会場に何百人とミシン踏んでる中から選ぶんですよね、はいはい、この子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 っていう、ちょっと待って、これちょっともう耳寄りでもちょっともう大丈夫ですか、消されないですか。まあまあまあ大丈夫と思いますよ。そうで、ある程度できる子をもちろんピックしてくるけど、はい、この子を日本の工場に連れて帰りたいとかいう言い方をするってことを、実習生にして日本に来てくれないかみたいな。そこに来てる子は実習生として日本に行きたいって言ってる子が集まってるから、アピールしたいわけです。はいはい、それをまあ各工場さんのスカウトみたいな形で、スカウトの人が見に行って
縫ってるのを見ながらこうピックしていくんですけど、ただその子たちも日本に来たいから、はい、得意なことをするんですよね。あ、なるほど。なんでその時はすごい手も早くて綺麗に縫ってるなと思って、じゃあこの A さんを日本に入れてみるとそれしかできない、はい、要は中国生産の量産って同じ工程をひたすら縫うから、そうですね、そういうもんですよね。そこの部分に関してはめちゃめちゃうまいけど、もうなんなら目つぶってももうそこ一直線縫えるぐらい、もう毎日それをやってるぐらいの子たちがこれもできるでしょって言ったら、あ、それわからないみたいな、 それはしたことないとかがケースが起こってしまう。そうで、日本の量産で流すのも年々まあ数が減ってるので、中国だと何千枚と流すものが日本だと多くてもまあ何百枚とかっていうのになると、一つの工程だけを縫うわけにいかないから、いろんな工程を順繰り順繰りと、毎日な技術がないと日本の工場では言ったらその活躍できないみたいな。そうです、ね、現場で役に立てないってことですよね。でそれをこううまく乗りこなせる器用な子もいれば、あ、何日間かやったら、あ、もうできるようになったね、うん、みたいな、そこで、まあ、器用な子とできない子が分かれてきちゃうってことですね。そうですね。すごい話だな。そういう子はこう、まあ、重宝がられるし、その年のメンバーの中ではリーダーになって、でその子がうまいことこうコミュニケーション取って教えると、いい年代のこう実習生のグループができるんですね。でもそれもでも3年間でしょ。3年間でまたそこのメンバーは入れ替わっていくわけでしょ。入れ替わりますね。すごいなそれ。で実習生同士の言ってもまあ何人かしか来れないから、はい、仲がいい悪いとか、分かんないですね。そういうのもまあもちろんあるんですね。相性というかね。うん、ちょっとこれは本当に禁断な質問かもしれないですけど、全部ってわけじゃないけど、なんか体感でいいんですけど、メイドインジャパンですよって歌ってるメーカーさんたちの工場が使ってる工場の何割が日本人で何割が日本人じゃないぐらいの感覚ですか。それはその全員日本人でしてるかどうかって。そうそれ日本人だけを100としたら、それが 50% ぐらいだよとか、7割7、3ぐらいだとか、日本人が7割で3割が実習生なのかとか、もうびっくりするぐらい8割実習生だよとか、その割合ってどんなもんなんですか。昔勤めてた頃によくこう工場に行ってた頃で言うと、ある工場は9割が実習生、の1割っていうのはもうその教える専門の、はいはい、まあ先生みたいな指導員さんっていう感じの工場、9割の工場がどのぐらいだろう、3割ぐらいとか、はいはい、あとは半分日本人半分実習生。いや、でもね、これのは多分ね、1割2割じゃないですか。私知ってるんで、ハイヤーさんはあの 100% ですもんね、日本人。実はそうですね、メイドインジャパンの。そこだけちょっと強みに言ってきます。はい、メイドインジャパニーズ。メイドインジャパニーズジャパンのメイドインジャパン。はい、日本人の方が。全員で作られているということですけど、これ俺本当にねちゃんと言わないといけないと思ったのは、否定も絶対する気もないし、なんならそちらの方の方が上手いんじゃないかとも思うんですよ。技術的に日本人の方よりも器用な中国人の方もいるだろうし、縫製仕上がりが上手な人もいると思うんで、その本当に何回も言うけど、うわ騙されてるとか、なんだよそれとかっていうアレルギー反応はないんですよ。ただ現状をなんとなくなんか知ってもいいのかなと思うんですよね。もうこれだけのこう、ね、時代なので、隠すというか
伏せるのもなんか逆になんでっていう気もするんですけどね。なんでなんでしょう。まあもちろんそこに付加価値というかね、メイドインジャパンって歌ってるんだから日本人が縫って当たり前でしょってイメージとして持つ人が圧倒的に多いと思いますけど、いやそのいやなんでしょうね、本場感といいますか、これすごいなんか俺の今言うのがなんかちょっと違うかもですけど、インドカレー屋さんでインド人の人が何をペタペタやっててもうわ本場だねって思うじゃないですか。で、お寿司屋さんに行って日本人の人が手にペタッと塩つけたりしてて逃げてればわやっぱ本場だなって思うじゃないですか。やっぱりそこのお国が得意なことをやってるってなればやっぱ本場と思うし、そうだから中国料理、中華料理屋さんに行って中華料理の人が、ね、鉄鍋をこう、ね、カンカンってでもあ本場のチャーハンだなって思うと思うんで、そこの本場感っていうのをやっぱり思っちゃうじゃないですか。だからそこで日本人にしか作れない丁寧なシャツとか、ね、名前出しちゃう、例えば鎌倉シャツみたいな日本の名前が、はい、を冠してる服が日本人が作ってないっていうとって思うのは当然かもしれないですけど、でも日本の工場がそれぐらいの現状に来てしまってるっていうのが、まあ、こう耳寄り情報としてお届けしてもいいのかなっていうところでしょう。それはやっぱりそうです、ね、さっきの層がいないのと一緒で、それは人件費なんですか？完全な人件費がそこで見合わないから縫製をする日本人の職人さんが減ってるってことですか？人件費とあとは昔のその60代70代とかの縫い子さんってやりたくてやったわけじゃないんですよね、それしかなかったから、よくね小島とかにも九州から来てましたよ、もう高校卒業したらもうみんなで集団就職みたいな感じでね、だから学生服の街だったんでしょ、もともとね、だから学生服を縫うためにみんなで電車に乗ってきてみんなで工場に勤めてって感じで、そうですね、そっか、だからその人件費云々とかじゃなくて、服を作りたい子よりもケーキを作りたい、あの洋服屋さん、あの販売になりたいとか、あとね農業で働きたいとか、いろんなことをみんながやるようになったから、そこに洋服をミシン踏んで作りたいという人が、まあ、分母として少なくなってるっていうのも一つあるわけですかね。そうですね、縫い子さんの地位がすごい低かったからですね。なるほど。いつも聞いてます、耳寄りな日曜日。例えばですよ、今私洋服作るのが夢なんです、ブランドでって言っても、それってほとんどの場合がパターンじゃないですか。パターンだったりそのブランドのディレクションとして生地を選んだり色を決めたりして、私がミシン踏んでその工場の縫い子さんになりたいっていう感じの夢じゃないですもんね。私洋服を作りたいんですっていう、その作るっていうのはその、ね、企画すると本当に自分が縫って作るはちょっと違ったりしそうな気がするんですけど、 それでいうと圧倒的にその縫い子さんになりたいの方が少ない気がしますもんね。デザイナーとかが多いですよね。そうそうそう、じゃあ今でもですよ、現時点でもみんな要は就職ないから、地元で就職するとなったら縫い子さんしかなかったから縫製工場で働いてますという人も、まあ、現状としているっていうところが結構ありますかね。今の今ですか、はい、今は多分それはないんじゃないですかね。それはない、今はあえて縫製をしようとする子はそれがやりたいから。おー、あ、じゃあ今いる子は本当にやりたくての子しかいないっていう子しか多分いないんじゃないですかね。その子らが力をこうグーッとつけたら明るいですよね、未来は。その子たちがそのベテランになった60代のおばちゃんたちぐらいの、要は腕にしっかり技術を持って、でまた次の世代にバトンタッチできるようなになるといいし、そうですね、もちろんそれをになんか夢とか
やりたいっていう気持ちでそこの世界に入ってくれる子たちが来たら、うん、メイドインジャパンの未来は明るいですよね。うん、そうですね。そうか、実習生とかがあんまりもう来たがってないですよね、日本に。そもそも それはいわゆる賃金的なところですか。多分そう、日本にいてもそんなにもう安い日本って感じ、他の国のがいいよみたいな、うん、じゃあなおさら日本人の人たちが頑張ってその縫製技術というかそのもう一回復活させるというか、うん、まあ、一時期言ってたのが中国の工賃が上がりまくってて意外に日本の工場に出した方がいい、そんな変わらないんですよみたいなことをなんかメーカーさんが言ってて、あ、それはそうみたいですね。だからメイドインジャパンが逆に安いからメイドインジャパンを使うみたいな時代が今来てた時もあるみたいな、ちょっとこうズレというかね、うん、反転しちゃうようなことも起こるみたいな。それどうなんでしょうね。まあ、どこまでかは分かんないですけど、他の国が日本の方が安いから工場に委託してくるみたいなね、時代が、まあ、逆戻りじゃないけど立場がねなるかもしれないですよね。いや、あれでもこう面白いのが、はい、縫製に関してはまあ縫う人間だからこうあまり変わらないんですけど、はい、生地とかあとは洗い加工とか、はいはい、っていうのは日本が圧倒的にいいんですよね。あ、っていうのが水がいいみたいで、あ、加工のそのもう素材っていうか環境として日本が強みがあると、うん、日本って基本水が軟水じゃないですか、はいはい、で中国とかあの辺って聞いた話だと割と硬いらしいんですよ。その硬いのが染色とかユーズド加工とか、はい、あの辺の薬品とそこまでマッチングしないみたいで、日本の軟水の方が、日本人の方がそのユーズド加工にも細やかな配慮ができるとかそういうのもあるかもしれないけど、そもそも水が合う合わないがあると、その薬品とか機械任せの加工に関しては日本の方がその地の利があるみたいですね。加工の手作業のとこに関してはまあまあまあそれもまあ人それぞれ不器用があるみたいですけど、これはなるまい社長にしか教えてもらえない話だったっすね。やるみたいですよ。ちょっと今耳寄りがもうね、今日はちょっと通常会じゃなくてね、ちょっと岡山出張編ということで鳴前社長とお送りしてますけど、いやすごい話いっぱい聞いたんじゃないですかね。ちょっとあの話を変えましょうか。あの鳴前社長、今俺1年半ぶりとかですかね、会ったの。そうですね、多分そのぐらいで、北遊を最後食べに行って、熊本に鳴前社長が来て、あの北遊のもう出る寸前までスープをこうね、作って飲んでて、いやうまいっすね、俺好きですこのって、北遊をね、美味しかったっすね、美味しいって言ってくれた鳴前社長なんですけど、あれでも本店じゃないんですよね。あれはそうです、ピープルゲットリディに近い池田店ってとこなんですけど、まあ、本店もぜひね食べてほしいんですけど、ね、あの時の今度これくだらない話です、あの時の体重が何キロぐらいですか。今とそんな変わってますか。あの時はね78、78、だからあの時で77、78でしょ。だから俺が最後にやってるのが77、78で、今が今65ですね。65ですよ、はい、俺ね本当に今さっきも真剣な話をしながらも、鳴前社長が痩せて、これ本当正直に言うけどめちゃくちゃ男前なんですよあのいやキリッとして、いやもともとね帽子かぶったり眼鏡とかおしゃれな感じだったけど、めちゃめちゃ男前になったっすよね、なんかね。いや言われるでしょ。いや言われないですよ。いやいや、もうしわくちゃだらけのおじさんですから。いやめちゃくちゃイケメン。いやそんなことないですね、本当に。ちょっとねイケメンです、ハイヤーの社長。今の体重になってもう1年ぐらいになるんですかね、はい、ちゃんと維持してね、俺と違って、そうですね、始めたのが始めたのが、え、あのだから帰ってから始まってるんですかね、北遊食べてから。北遊食べたのが多分ね3月か4月か4月か5月かぐらいで、その8月から始めたんですよね。へえ。で、12月、1年前の8月、そうですね、1年前の8月、うん、
でその12月1月にはもう67キロぐらいとか、はいはい、その時にだから俺にねこのプロテインがおすすめっすよっつってね、あです紹介プロテインを紹介してもらって、はい、だからその頃からだけずっと今まで現状も続けてるってこと、現状もプロテインとあとはナッツですね、ナッツミックスナッツ、それを食事に置き換えてるってことですか、それを昼ご飯に置き換えてますね、そしてもう1年3ヶ月か、そうだからね先週の放送でこうねちょっとこうそうそう俺が泣きが入ってるじゃないですか、ちょっと断念させてくれと延期させてくれと、何言ってんだろうなと思ってお恥ずかしい、そうそうそう、いや本当なんですよこれはね、いや 今でももうこれは思う、あのもちろん痩せなきゃって思ってるのは、俺が11月7日にパーマをかけるじゃないですか、はいはいはい、パーマをかけてやっぱそこでね、あのやっぱ少しでも痩せておきたかったんですよ、伸びましたもんねめちゃめちゃ今日もお会いするあの社長たちみんなえみたいな、こう前も帽子かぶってたからあんまり長いことにみんな気づいてなかったんですけど、今日はもう帽子をね、それこそあのちゃんとバックの中にはねハイヤーのデニムハットを忍ばせてますけど、明日はこれをかぶってね工場に行こうと思ってますけど、今日はもうそのまんま伸ばしている髪であえて着てるんですけど、そのなんかねの髪ねパーマかけて下もすっきりっていうところをねしたいんですけどね、いやもうそれはもう今日さっきのあの俺のマインドがね今ちょっとこうちょっと元気ですよ、元気ですけどなかなかっていうところはさっき散々ね一緒に話したんですよね、いやもうそれはもうプロテインともうプロテインとナッツですよ、プロテインとナッツを信じればいいんだと、もうそれだけですねプロテインとナッツをお昼ご飯にすればいいんだと、お昼ご飯にあでもそれだけだとちょっとね物足りないんですよ、うんうん、いやちょっと物足りないんじゃないかと今思ったんですよ、なんでそれプラス塩の効いたちっちゃいおにぎり、ね、塩の効いたっていうのもポイント、うん、ポイントですね、あ味がこうグッとこう食べてるって感じの、ああそうなんだ、おにぎり、おにぎりぐらいをまあ一個ちょっとこうつまむ、なるほど、それをつまんだりしながら耳寄りも聞いてくれてるんですか、耳寄りはねちょっとなるまい社長の耳寄りとの付き合い方をちょっと教えてください、どんな風に耳寄りと付き合ってくれてるのか、だいたい月曜日の午前中ないしはお昼3時ぐらいまででも終わっちゃうんだそうですね、割とじゃあ修行しはあの仕事始まってから割とあ耳寄り聞かなきゃって感じで聞いてくれてるんですか、そうですね、もう週明けの儀式みたいな感じですかね上がってる上がってるみたいな感じで、うれしいですね、ほんと、ただ僕の場合はもう片耳だけなんで、あ片耳、片耳耳より、片耳耳よりですね、あのもう一つの耳でちゃんとミシンの音を、そうですね、ミシンの音とかを聞いとかないと、まあもちろんね工場でね、うん、他の人から声かけられることもあるしですね、そうですね、片耳だとちょっとなんか耳痛くなったりしないですか、片耳で、いや耳は痛くなんないんですけど、この前の健康診断で、はい、右耳がちょっとねなんか聞こえにくいみたいってなってて、ちょっと待ってください、それ大問題じゃないですかそれそうそうそう、まあ、今も反対の耳にしてますね、大丈夫ですかそれ、ちょっとまあまあ大丈夫ですよ、その耳より以外のも割とイヤホンで片耳でなんか聞いたりしてるってこと、あそうですね、なんか、うん、流し、よくない刺激って感じですね、その耳にとって良くないですね、それはね、うん、俺はね、結構片耳だけでやるってすごい嫌なんですよね、うんうん、なんかやっぱ疲れたり痛みが出てくるんで、うん、電話でも俺途中で持ち帰るぐらいですもん、片方左でやってたらちょっとしたら右でみたいな、昔の家電ってそうでしたよね、家電家の電話え、それは手が疲れてじゃない、その手とあとは耳が痛くなって誰とそんな長電話してたんですか、いやまあまあ昔の奥さんですか、彼女ですか、友達とかですかね、
耳寄りな日曜日、聞かねばなるまい。の話いや、すいませんね、ちょっとね、今日は本当ね、岡山から、岡山の個室居酒屋から耳寄りをお届けしてますけど、誰もいないですもんね、フロアに。ちょっと DM 紹介しましょうか。あ、ね、DM しましょうか。これね、ちょっと DM のコーナーとかやると思わなかったんで、ちょっと今あのいただいてるのちょっと開いてから。今週も100何多いですね。ん？DM100。ああ、もちろん今です。ね、何の話してくれてるのかと思って、そうですよ。こっちが忘れてるという。はい。ちょっとまだね、途中だと思うんですよね。また今日金曜日、木曜日か。今は木曜日ですね。だから全然ね、届ききってないと思うんですけど、ちょっとその中の一部届いてる分読ませてください。今日はね、一平ちゃんから届いております。お疲れ様です。カムタクさんからのラブレター届きましたので。お気に入りのスウェットたちを引っ張ってきましたが、だから、ラブレターというのはあなたのおすすめ、お気に入り一番っていうやつを、見せてくださいね、紹介してくださいっていうメールだったんですけど、それに一平ちゃんが答えてます。で、スウェットたちを引っ張ってきましたが、一着を選ぶことがどうしてもできなかったので、せっかくならと全体写真を送らせていただきますと。一着に絞れなかったんでってことで、まずあの全体の写真を。ああ、ところどころが赤いですね。ところどころが赤い。まずこれちょっとみんなに見てもらいながらですけどね、まずは、右、9枚がパーカーたちで、左12枚がスウェットになりますと。合計でだから21枚の、スウェットパーカーが並んでるってことですかね。どれも可愛い子ちゃんたちなので、みんなお気に入りですと。いいですね。僕はスウェットは現行品とかも大好きなのですが、パーカーは特に古いのが好きですと。これ意味ちょっと分かります？スウェットは現行のものとかでも全然いいんだけど、パーカーは古いのが好き。これなんででしょうか？まあ、ちょっとそれに触れたことね、あの前回の購入品紹介でちょっと出てきてるんで、あの時言ってたな、なんでパーカーは古いのが好きか出ないですかね。土星人のなるまいさんでも。なんでしたっけね。つまり理由はポケットがアシンメトリーでブサイクで可愛いからと言ってましたね。片方のポケットは手が入るけど、片方だけちょっと狭くなって入らないとかが、まあいびつってことですよね、昔のね、パーカーが。そこがやっぱ好きなポイントで、パーカーは古いのが好きだそうです。これはやはり現行品にはない昔ならではの特徴かなと思いました。そうです。あと続いて、前回のラジオのデッドストックのお話で、僕もデッドストックは大好きだけど嫌いというのがあります。嫌い、大好き、デッドストックは大好きだけど嫌いというのがあります。で、デッドストックはもちろんロマンもありますし、残っている箱とかタグとか紙があるのはめちゃくちゃテンション上がります。ただやっぱりどうしても高価なものが多く気を使うというか、着たり履いたりしづらいなぁと、言葉にするのがとても難しいのですが、こういう気持ちの人結構いると思うんですが、皆さんはどうですかと。まだ次の質問になってるんですけど、クエスチョンになってるんですけど、そのやっぱりデッドストックっていうのはロマンとかね、いいなと思うんだけども、その箱とかタグとかを例えば取らなきゃ切れないとか、要はね、50年前からついてるその紙をちょきんと切って履いていいんだろうかとか、思うところのなんかこう着にくさがあったり、もともとそれはその価値としても上がっちゃってて高価なんで、デッドストックだから高いっていうのも、まあ好きかどうかという言われるのはあんまり良くないよねっていう、まあ嫌いというね、いっぺちゃんその言葉で嫌いとは書いてるけど、そこはまあ難しさがあるってことでしょうね。着たり履いたりこうしにくいっていうね。なるま社長的にはそのデッドストック論はどう思いますか？デッドストック論に関してはまあもうね、趣味趣向もあるから、うんうん、もうそれぞれの楽しみ方でいいと思うんです、うんうんうん、はい。デッドストックがやっぱいいよねとかね。だってその、まあ、タイムマシンとかタイムカプセルじゃないけど、長年の時を
ねね、そこで眠っていて、うん、要は俺まで待っててくれたって思えるとすごいロマンというか ね、 うね、俺がこのパンツを最初に履くんだっていうね、うんうん、そこはやっぱねすごいことですよね。ヴィンテージに関してもまあ同じような感じですよね、うん、結局その人に似合ってるかどうかとかが大事であって、うん、その人、うん、その人他人が見たその人に似合ってると自分の思う似合ってるって違うじゃないですか。まあ一緒の場合もあるかもしれないけど、違う場合もありますよね、うん、でこう結局は自己満足の世界でしょ、うん、ファッションって、うん、まあそのベクトルとか自分主観で言えば自分がもう自己満足だからいいっていうのもあるし、うん、他人から見てもらった時に、お、あの人おしゃれ、あの人あんまりおしゃれじゃないっていうのはその軸が違うというかね。うん、そうですね。ただなんかこう自分が楽しむっていう意味ではやっぱ自己満足的要素は多いですよね。なんかこう気分を上げるようなアイテムじゃないですか。はいはい。今日も一日ね、これ着て楽しく外出るぞとかね、人に会うぞとかね。で、こう持ってる服でもやけにこれ着ちゃうなとかって、はいはい、ないですか？ありますありますね。やっぱどうしても今日もこれ着ちゃったなとかね、ズボンにしても上に、ね、上もんにしてもなんかこれ履いてる自分のこのバランスが好きとか、うん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 、鏡に映ってるそのシルエットもやっぱなんかいいなって思えるってことですよね。そうそう、でそう思えた日って結構こう少し自分に自信持って動けるでしょ、はい、で堂々としていられるというかね、うん、そうですね、どうだってなる必要はないけど、うんうん、堂々としていられるっていうのはでかいですよね。そう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 、でなんかうちの商品作りにもそうなんですけど、こうシルエットかぶった時のシルエット形バランスとかをすごい大事にしてて、はい、伝わってきますよ。そのサンプルも割と何回も作り直すんですね。多いものだったらもう十何回作り直したりとか。十何回、もう四五回とかぐらいかと思ってくれて、十何回ですか？一番多いのが60サンプルがいっぱいありましたね。16回サンプル。60サンプル。すごい。Tでね、60で、60はもう60なんで、もうやりすぎなんですけど。16回サンプルを作り直したのもありましたね。納得できなかったんですか、そこまで。やっぱ15までは納得できなかったんですね。違うなみたいな、うん、そうね、で16でこれだって、これだというか毎回思うんですよ、どこまでやるべきなのかなって。そらね、ゴールがないとね仕事進まないからですね。で結局は自分で作って自分で被ってみて、もしくは他の第三者にかぶせてみて、うんうん、で俯瞰で見てどう思うかっていう感じで決めるんですけど、ある程度こうどこまで行くべきなのかなって悩むところの基準が、これが店頭に並んで恥ずかしくないって思えたら OK っていうようにしてますね。そこまでは線引き難しい。伝統に並んで恥ずかしくないって鳴前社長が思えれば合格ラインってこと。もうこれはもう自分もだから、俺としての作品がやった最高の作品じゃなくても、うん、恥ずかしくないんだったらもうデビューさせたいっていうか、うん、そうですね、それはそれでもう世に出していいっていう、うん、恥ずかしくないもう、うん、まあでもそれはもうだって丸か×かで丸ってことだからですね。そう、人様に今、まあ、お金いただいて買ってもらって、こちらとしてはもう堂々と、ね、手に取ってもらえるっていう一線を超えてるってことですからね。そうですね、その辺を基準にしてるとこはありますね。なんで、まあ、その辺もこう帽子も服もデッドストック論だったんですけど、ね、今ね、なんか今ちょっと待って、おしゃれになって、でおしゃれとは自己満足、そう、結局はね、あのシルエットだと思うんですよ。ああ、シルエット、帽子も服もズボンも、シルエットが、シルエット、シルエットが大事、うん、着た時の全体像ってことですよね。まあ、バランス、うんうん、とかが自分に合ってれば、うん、
もうデッドストックだろうが、だろうが、もう何ヴィンテージだろうが、だろうが、もう4回5回誰かが着た服だろうが、だろうが、まあまあいいのかなって感じですね。あとはまあそこにエイジングが入ったりとか、そうですね、それもまたその誰かが来てくれたから生まれてる味わいを今自分がこうやって、まあ、たまたま時代のどっかで俺のところに出会ってとか流れ着いて、でそれを俺が今着させてもらってるっていう、まあ楽しみありますよね。いやいや、ちょっとね、いろんな方向に話が広まりました。ちょっとあの一平ちゃんのね、せっかく送ってもらったスウェットなんで、これをちょっと鳴る前社長にもねもう一回見てもらうんですけど、さっきの全体像の後にちょっとよりのまずスウェットたちがこのラインナップですね。ああ、いいですね。かわいいですね。いや、でもやっぱ王道のカレッジ系がやっぱ圧倒的に多いし、一平ちゃんらしいですよね。そうですね。で、やっぱり随所に赤の色が入ってるっていうのは、やっぱ好みがね、出てるかもしれないですね。で、パーカー編が、これですね、パーカー編。いいですね。割とでも無地とかも好きなんですかね。こう下3枚はもう無地っぽく見えますけどね、ワンポイントぐらいのね。あ、でもネイビーいいですね。ドセンターのネイビー。ね、染み込みネイビーの。最高っすね。これ、うちにね、自分もあの80年代のやつを高校生の頃買ったってやつが、全く同じ染み込みのネイビーを持ってて、で、一平ちゃんのこれ耳寄りでね、言ったり言わなかったらふわっとしてるかもですけど、今一平ちゃんの奥さんがうちでアルバイトしてるんですよ、うん、ああ言われてましたね、週に1回ね、うんうん、で、この前その俺が持ってるこの染み込みネイビーを俺あの普通にショーケースに入れてるんですよね。でお客さんがそれ触ってて、で俺が言うんですよ、あそれもちょっとね、高校生の頃に自分が買ったやつで思い出込みなんであんま売れてほしくないんで、もうわざと相場より高くしてるんですよつって、で いくらですかって言ったら12万8000円ぐらい俺してるんですよね。でたまにお客さんでも、いやでも東京だったらそれぐらいつけてるとかありますよとか、人によって買うと思いますよこれって言う人もいるぐらい、まあ相場言ってもまあ俺の中で5、6万より上に今なってきてるかなっていう体感はあります。でももう売れてほしくないんで12万8000円とかつけてるんですよね。でそれを横で一平ちゃんの奥さんが見てて、それ私の家にもある気がするんですよって言うから、あそうだよあれ一緒一緒っつって、でなんか一平ちゃんが悪いことしたらすぐこれね、東京のねサファリさんとかね、大阪のエイコンさんっていうところに送ったら、しっかりしたお金になって帰ってくるから、いつでも送ったらいいよって教えてる。一平ちゃんはこのコレクションたちは奥様にそのある意味なんだろう、こう なんていうと身の代金じゃなくてなんていうの、こうちょっといざという時には放出するからねっていう、その元に今所有してるみたいな感じでね、もう悪さできない、資産の一部、ね、そう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 、それだけの価値があるよっていう、そのうちでバイトしても覚えちゃってるんで、だから一平ちゃんこれまで、まあ、ちょっと高かったとかちょっと濁してたところが、割と具体的な数値として今、あそれやったら3万は今するんじゃないとか、もう目利きがもうできてるけどね。一平ちゃんとしては奥様が古着屋でバイトしてるっていうのはとても嬉しいし、なんかうちに遊びに来てくれるタイミングにも増えてね、こう結構喜ばしいことでもあるんだけども、その反面なんか諸刃の刃的な感じでなんかとても危険なことをしてるというか、なんか新しいもの買って帰ってきても、あれそれピープルで2万5000円で売ってあったよとか、そういうことも今後ね起こるかもしれないんで、それいいブランドってなんか大さん言ってたよとかね、そういうのがあるから、なんかそのちょっと倉庫系とかでね安く買ってきたとか、ぐるぐる倉庫で5000円だったとかっていう嘘が通用しなくなる可能性が今一平家を襲ってるっていうね。あまずいですね。そんな一平ちゃんからのねお便りでした、ありがとうございます。ピープルゲットレディ耳寄りな日曜。これでも先週ユニコーンの話でしたでしょ。ああはいはい。枝物の嵐。はいはい。めっちゃ聞いてましたよ。枝物聞いてた。枝物とヒゲとボインあたり。もう最高って、もう本当その2つなんですよ。ただ入りはベリーベストなんですよ。いやもう全く一緒それ。ここで働く男がすごい好きな曲なんで、はいはいはい、そこからじゃあアルバムなんだろうで、はいはい、どっちだったかな、ヒゲとボインの方でしたっけ、働く男って。いや働くは
けだものじゃないかな。ヒゲと今夜もう持った後なんで、うん、そこからアルバムを聴き出したって感じ。いやちょっともう今共通点多すぎて鳥肌立ってますよ。俺ユニコーンを知ったのは働く男の PV がプロモーションビデオがテレビ画面の人ランキングかなんかのあのなんか平成のとか、 なんかあの時代のヒットチャートとかの中に働く男がパッて出て、結構なんか裸の女の人とかがこう出てくるような、 なんか変な漫画ね、こうサイケデリックな映像のあの PV なんですけど、それ見た時になんかかっこいいって思っちゃったんですよね。オンタイムじゃないですもんね。そうそう、全然俺らもだって奥田民生がソロ活動したぐらいか、もう最後の解散ぐらいがその思春期を迎えるぐらいだから、うん、音楽とかにだから後追いなんですよね基本的に。ユニコーン全部 ね、うん、で俺も働く男で面白いなこの人たちからの中古レコード屋に行き出してのユニコーン、うん、で本当に最初の方がやっぱりアイドルチックというか、うん、なんかちょっとこうなんか音ももう80年代ロックって感じのね、あの辺を、ね、追いかけてる TM ネットワークとかをわざとね、うん、やってるのもあるけど、そっからもうそのけだもののあのもう完全に売れ線とかを無視したような、もうあの富士とか始まるもうあの辺のなんかもう言ったらダラダラしてるというか、なんか何聞かされてるのこれみたいな、あの感じがもうたまらなくて、でまたいろんなジャンルの音楽やってますもんね、うん、そうだから俺一時期その日本のビートルズだと思ってたんですけど、全員曲書くんですよ。そうですよね、全員曲書いて自分で作詞して自分で歌うっていうのがユニコーンなんで、うん、ね、ギターの手嶋勇さんが歌ったりドラムの川西さんが歌ったりベースのエビが歌ったりで、もうみんなが やってるから本当ビートルズみたいな才能集団で、うん、だからアルバム1曲の中に昔はタミオが作ってたのがほぼだったのが、うん、メンバーがどんどん曲入れ出した時になんかもうあのカオスなアルバムができ始めて、うん、誰派とかできますもんね。そう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 、そこからがやっぱりそのなんかユニコーンがまあ解散に向かっていったきっかけは、そこの全員がおのおのやりたい音楽がね違ってきてるっていうのもそこだったのかもしれないけど、あれのおかげでユニコーンがあれだけこうものすごいアルバムを作り上げてたというかね、うん、あれって結構有名曲安倍さんでしたっけ？安倍さん多くないですか？いや、あ、そのいいなっていう曲は実は安倍が作ってるっていうのもいっぱいあって、あるんですよね。安倍 あえて今安倍って言っちゃってますけどね、安倍さんのスイマーだっけな、覚えてないですか？あのね、シングルカットされシングル、あ、これはねユニコーン名義じゃなくて多分安倍名義で出してますもんね。でね、ポカリスとかね、なんかね、あのなんか健康に良さそうなドリンクのね、なんかねステビアとか なんかあの辺のねなんかにね使われてるんですよ。ステビア懐かしいですね。あのね安倍さんで、それも俺めちゃくちゃいい曲だなと思ってて、安倍スイマー CM、 これなんだろうな、しこの歌懐かしいですよね。これ九州だけじゃないですか？嘘、マジですか？流れてなかった気がするんだけどな。シーセンウォーター、シーセンウォーター、これの CM にも安倍さん出てて、これスイマーっていう歌、俺もう CM でかかってて、めちゃくちゃかっこいいと思ってましたもんね。俺多分シングル持ってたと思うな、これ。皆さんどうなんでしょうね、全国だから、それぐらいタミオだけじゃないんですよ、うん、もう安倍さんなんてその後騎士団のプロデュースとかもしてますからね。あ、まあ、あの曲とかも結構ね、安倍さんが書いてる曲もあるし、ほんとこう好き好き、もう好き嫌い、好みの問題なんですけど、うんうん、エビの曲になったらちょっと一息つこうかっていうとこないですか？いや、まあエビさんに関してはちょっとこうナルシスト感が漂うというか、まあ、ちょっと王子様っぽい感じで、ですよね、その一息というか、なんだろう、あの なんだろう、なんか CD 流しててちょっとトイレ行こうかなとか、いや、そう
いや止めない、流しながらトイレ行かなくていいでしょ。もう完全好みの主観の話。いやいや分かる。でもペケペケとかエビさんじゃなかったっけ、今パッと忘れてるのもあるけど、エビさんは、ペケペケそうなんすか、エビさんで結構ね耳残りのいい曲は結構作ってるんですよ。君たちの天使とかもあれはエビ、でもあれエビさんが歌ってるだけで作詞作曲違ったかな。でも自転車泥棒もそうでしたっけ、自転車泥棒は手島さんじゃなかったかな。すいません、俺もねちょっともう誰がどうとかも意識せずに聴いてるんで忘れちゃいましたけど、うん、アルバムの中にもめちゃくちゃあるからですね。まあ、ね、まあ、変な曲いっぱいありますよ本当。当時のギターキッズがみんなおかしな2人のイントロ弾きましたよね。あ、俺その実感ないっすよ。俺ユニコーン弾いてるギター友達一人もいなかったっすもん。みんな弾いてましたよ。ユニコーンのおかしな2人のあのイントロと、あとはディープパープルのそれかおかしな2人かっていうぐらい、それ多分岡山だけっすよ、それ逆に。あとはクラプトンのあのデン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 ですか、レイラアンプラグドのサインでしたっけ、アンプラグドのサイン1曲目か何か、あのサインじゃない、あのあれでしょ、ズッチャンズッチャンズッチャンのやつでしょ、チェンジ・ザ・ワールドじゃないですか。ああじゃないです、あじゃなくて、あアンプラグドはもう全然前か。ちょっと伝わんないと思って。あれ解散してずっと期間が空いて再結成でシャンブルでしたっけ、はいはいはい、出したでしょ、うんうん、痺れませんでした。いやまあだからビートルズのフリーアザバードが出た時と同じような感じだったんです。解散してもうチャートにしないと思ってた人たちがフリーアザバードっていうあのシングルがポンと出てきてチャート1位にビートルズって乗っかってるのを見て、うわ俺の生きてる時代にビートルズがチャート1位取ってるっていうので感動したんですけど、ユニコーンの時もあの時のシングルが何でしたっけね、ワオじゃなかったっ、ワオか、あれがなんか入ってきてその音楽番組とかにユニコーンが出だした時に、うわリアルタイムにユニコーンが出てきたって感じの興奮したの覚えてるですね。とかなんかこうね、あれ CM 何に使われましたっけね、ワオワオはね、ずっとタミオカ誰かがあのねあのこうお経のなんだっけあれ木魚、うん、木魚をずっと叩いてるんですよね、あのずっとあのリズムが入ってるんですけど、そうなんでした、なんか変なことやってんなと思いながら、あれで一番すごいなと思ったのがやっぱしこうギターの途中のあのなタッピングっていう感じですよね、バンヘイレンの今あれなんだっけ、うん、あれがすごいですよね、ライトハンドかね、ライトハンドでしたっけ、いや相変わらず手紙 ね乗ってんなって感じでしたね、あれね、あの作品は名作ですね。いやあれはだから阿部さんの曲かな、阿部さんがサビ歌ってますもんね、うん、いやあれも勢いあったっすよね。だからこれそのただねユニコーンでいうとね、解散してからはそのヒゲとボインとかあの頃にあった哀愁がゼロなんですよね。もうおじさんたちがただハッピーにやってるだけなんで、そこの哀愁の汁が俺は割と好きだったんで、あ今のユニコーンにじゃあドハマり再結成してくれてドハマりしたかっていうと、そこはねやっぱもう俺は今はそこにはどうしても行けなかったんですよ。もちろん好きだし嬉しいとは思ったけどそのハマりはしなかったですね。うん、まあなんかこうちょっとなんか大人になってちょっと距離を置くけど微笑ましくみんな元気で楽しんでるなって見てるって感じですね。でもツイスト&シャウトって最近の聞いた、最近でもないですけど変な曲知ってるっすか。もうあれツイスト&シャウト、ツイスト&シャウト、まあねその昔のロックンロールのツイスト&シャウトをもうすごい解釈でツイスト島、ツイス島とシャウ島っていう島の2つの島が交流し合うっていう変な曲をねやってるんですよ。ツイスト&ツイスト&シャウトかなんか、それねがね結構ノリもいいし歌詞わけわかんないんですよ。ツイストしすぎてなんか
このウエストがなくなってるとか、なんかもうなんか そんな感じなんですけど、うんうん、でもいい曲なんですよ。よかったらみんな聴いてください。ちょっと聴いてみますね、それも。結構ノリがあっていい曲ですよ。聴いてはいるんですけどね、そのもうたまらないってまではね、うん、やっぱどちらかというとあの第一期と言っていいかね、その解散前の方が好きではありましたね。やっぱ世代っすよね。そうですね。あと最近聴き込まないですよね、どうしてもサブスクで聴いちゃうから、うん、アルバムっていうのは相当ないですね、うん、それを何回も聴くとか、うん、昔ってね、うんうん、お小遣いで1枚買って、うん、それをもうとことん聴いてたでしょ、ね、まず朝起きたらこれを聴かなきゃみたいな、聴、うん、いてテンション上げて学校行くみたいな。そうです。一番最初に買ったアルバムって何でした？いやこれね、諸説あるんすよ、本当に本当にね、諸説あって、物心のたぶん、ね、いやだからね、CD を自分のお小遣いで買ったっていうので一番はっきり記憶に載ってるのは、えってなるかもしれないけど、マライア・キャリーのクリスマスのやつなんですよ。あのラン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 の、あのもう超有名なあれの、あれをね買ったのが最初っていうかのような記憶になってるんですよ。あれと、ほんと恥ずかしいけど、ボーイズメンってわかります？ボーカルグループの、うん、あの2って書いてあるあの青っぽいアルバムのと、マライア・キャリーのを買ってるんですけど、多分それ中学校に入ってなんですよ。だから物心ついて CD を買おうと思って買ったのは多分それなんですけど、でもその前に多分世代なんでわかると思いますけど、もしかしたらっていうか中古でこれ買ってたかもっていうのが、トンネルズさんがやってたジャガイモ、ガジャイモか、うん、とかのああいうテレビで流行ったやつとかを、うんうんうん、なんかね、ツタヤの中古コーナーとかで親に買ってもらってたんじゃないかなっていう記憶はあるんですよね。 あれですよね、発見地盤かなんかですよね。そうあの縦長の、うん、あれとかを買ってる記憶があるっす、うん、まだでもかっこいいっすねいやかっこいいかな、ガジャイモなんかその辺を買ってでも覚えてるのはね、マライア・キャリーのあれをもう買ったの覚えてるんですよね。僕とかはね、恥ずかしながら一番最初買ったのが J-Walk なんですよ。J-Walk、もう恥ずかしくはないと。恥ずかしくないですけどね。J-Walk の何も言えなくて夏は、あれがなぜかすごい好きで、はいはい、なんかうわいい曲だなと思って、であれが入ってるアルバムを買いに行ったんですよ、はい、お小遣い当時1ヶ月2、3000円とか、うんうん、そんななかったかな。いや、なかったんじゃないかな、わかんないですけどね、1500円、2000円とかだったかな、うん、それをこうちまちま貯めて3000円ですよね、うん、当時で貯めて近くの CD 屋に行って、で J-Walk のアルバムがあったからそれ買って、うんうん、急いで帰って、で昔の CD ラジカセ、なんかパナソニックのなんとかバズーカとかっていうのがあったんですかね、はい、パナソニックはあの時ダブルラジカセで一世風靡してるっすからね。そうそうそう、あのちょっと曲線が丸くなってるね。うん、であれに CD 入れて再生ボタンを押してずっと聴いてて、はい、なかなかかかんないんですよ、何も言えなくて夏てで結構最後の方とかだかなと思って、嫌な予感するっすよ、俺なんか。で全10曲ぐらいでずっと聴いててもかかんなくて、嫌な予感するっすよ、それは。10曲終わってかかんないんですよ。はい、で CD ジャケット裏見たら入ってないっていう。嘘でしょ、そんなこと やらかしちゃったんすか。そうなんです、それが違うアルバムを買っちゃったってこと。買ってて、それが一番最初のアルバムで、でもそれしか持ってないから、はいはい、それ聴くしかないから、はい、不本意な曲をずっと聴いてました何も聴けなくて、夏が聴けないまま。でも買ったの自分ですからね。でもそれね、うん、もうどうにするわけでもないから聞くしかないですもん ね、うん、何もね。でももちろんその中で好きな曲が出てきたでしょ。あったような気もするけどそんな悲しすぎるでしょそれ。 J-Walk も悲しんでると思います。それしかないからそれが好きになったようなまあ、ちょっとその知ってる曲っつったら俺もそれしか浮かばない感じあるもん。そうなんです。年代が近いのかはちょっと後かもしれないけど、あのね、マッ
木原信之さん、のりゆきさんの北風か、ね、なんか俺あの縦長シングルで買った覚えありますね。あれはね結構みんな買ってましたよね。流行ったっすよね。あとね、あの好きな曲を買うのももちろん当たり前なんですけど、そのお小遣い問題で中古コーナーで安い CD を見つけて買うっていうのも一つのなんか選択肢だったんですよ。50円コーナーからひたすら抜くみたいな。たまに真ん中のプラスチック折れてるんですよね。あ、もうそうそう、もうあのあのあ、だってあれあの折れてるっていうか、あれ短冊を半分で出てその真四角にできるんですよ。折りたたむんですよ、長方形、正方形数、ね、そうそうそう、で安くなってるコーナーから俺ね、大江千里さんのかっこ悪い振られ方を50円で買った記憶があるんですね。あ、僕ね、どんな時もかなんかをレンタルからの払い下げを確か100円くらいで買ったそういう時代ですよね。そういう時代なんですよね。いや、俺らの世代もまさにそこっすよね。米米クラブの君がいるだけででしょ。あと リンドバーグとか聞かなかったですか。聞きましたよ、ね、ベストテープ作るんですよね。あの頃のあれ小学生ぐらいですかね。あれはね、テープでしょ。テープ世代でしょ。テープがあって、でもテープで買ったってことはあんまりないですよ。その CD で借りてきて録音してって感じですね。あのハイポジションがいいとか、はい、ね、あのノーマルとハイポジでしたっけ。ハイポジとメタルがあったんですよね確かノーマル、ハイポジ、メタルそこがメタルやねんっていうね。なんか一番いいのがなんかね、メタルだとかハイポジションだから、ちょっとあの好きなアーティストはハイポジを選んで、これノーマルでいいかみたいなね、考えるんですよね、曲順とかも。懐かしいっすね。60分、90分、120分とかあるんですよね。120を買うと60、60でアルバムがね1枚1枚ぐらい収められたりするけど、まあ、長いんで逆に聴きにくくなったりとかね。あと伸びやすいんですよね、確か。ああ、やっぱの聴いてれば、あのもう何度引っかかってなんかこう、もううわーってこうね、テープからあの出てきた時のあのやばいやばいみたいなね、あれね。何割がこの会話分かってるんですかね。いやいや、もう多分8割分かってると思います。分かってるんですかね。分かってくれてると思いますよ。木こりさんとかもめちゃめちゃ多分いつも共感してますって言ってくれるんで、絶対共感してもらってると思いますけどね。でもうちの奥さんとかも MD 発信なんです。はいはいはい、やっぱ一平ちゃんたちと同じでね。テープ多分通ってないんじゃないですか。だからいわゆる巻き戻しとか早送りを知らないっていうね。何でしたっけ、あの A から B に変わるオートリバース。そう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 、オートリバース。それこそね、オートリバースの多分後なんですけど、頭出し再生っていうそのね、曲間の空白を理解してというか認識して次の曲になるって、あれ俺衝撃だったっすもんね。あれあったっすね。みたいな、あれはちょっともう、だから今の CD では当たり前、もちろんストリーミングでは当たり前に押したらその曲が聴けるっていうことをどれだけこう渇望したかというかね。たまに編集間違えて曲間がすごい短い時反応しないんですよね。ああ、その曲分かるかだからあえてあの間を空けなきゃいけないんですよね。懐かし話ばっかりしちゃいますね。これも結構土星行きゾーン、土星行きでしょう。いやちょっとまさかね、こんなに個室であのね、あの鳴る前社長とトークさせてもらえるとは思わなかったですけど、いやいいとこでしたね、ここの。いやありがとうございます。今からちょっとじゃあ次のちょっとおすすめのラーメン屋さんに移動しますか。ちょっとあ、そうですね。いや出てくるメニュー全部美味しかったですね。でもなんかこの居酒屋さんに個室まで使わせてもらって、あんまり食べ食いして飲み食いしてないから申し訳ない気がする、ね、俺もね、ノンアルコールばっかりし飲んでるし。いや美味しかった。美味しかったですね。今更ですけど、だるまい社長は普通に声もいいし、めっちゃ喋りますね。声嫌いなんですよ。いやいや、多分今聞いてる人の大半はいい声だなと思ってると思いますよ。いや、なんかこもるでしょ、すごい。い
いやいやいや、こもってないっすよ、全然。なんかね、嫌いなの、ね、いい声っすよ。ほんとっすか。じゃあ、あの、間に挟むあれ、新しいバージョン撮っていきましょうか。あの、ビープルゲットレディみたいなやつ。あれもね。まあ、また、時間に。じゃあ、来週からか、もしかしたら今週どっかで流れ出してるかもしれないんで、はい、期待しておいてください。じゃあ今日はちょっとね、番外編といいますか、ちょっとね、こっち緊急特番的な感じでお送りしましたけど、はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。残りはちょっとラーメン屋さんに歩いていく動画で終わらせていただきます。そろそろオープニング今からやりましょうかね。それでは毎週日曜日のラジオトーク、耳より日曜日ピープルゲットレディの田中となるまいがお送りいたします。よろしくお願いします。やっぱいい声だな。やってみたかったんですよねこれ。やってみたかったんだ。間違ってた、そう間違えた。なるまい社長おすすめのラーメン屋に向かっております。あ、あれか、並んでるな。おー、やっぱり中華そば山藤さん。まあ並んでもすぐ回ってくる感じじゃないですか。どっか別のとこ行きます？いや、まあまあここを待ちますか。まあ食べといていただきたい。はい、じゃあ待ちましょう。この作業はなんか帽子すべてにするんですか？こう、あの、つばの芯縫いした後にこれをしとかないと。つば、そうか、つばなんですね、これ、ね、これあのビークキャップのつばなんですよ。ビークキャップってどんなタイプですか？あの、つばが短い、広くて短いつばのキャップ、はいはい、これをすることによって次のどんな作業がしやすくなるんですか？しっかり割れるんで、こうひっくり返した時に。ああ、そっちに出てくる。あ、そうか、そう、裏側に今のが来るわけですね。これをこうっていう形にして、はいはい、ツバの形になってくるんですけど、普通のツバでも同じような感じです。これをじゃあ全部していくわけですね。全部します。一個一個。なんかもうありがたく被らなきゃいけなくなるですね。こういうの見るとね。こんな手間暇かかってるんだって思う。そうですね。印付け。印付け。はい、印付け。でもそれ見えるんですか今の。これは見えますよ、こことこことこ。これはあれですかね、帽子のあの耳当て付きのやつですか。そうです。あ、これこれが、そ、あ、この生地ですね。そうです。この帽子のこの帽子のこの部分ね、この印だったんですね今の。そうです。でここの印をこう縫うことによって開いたらこうなります。あ、そこに重なりがあるんですね。これは何のためにその一回折るんですか。これはここを立体に出すようにですね。あ、そこを一回入れることによってここに膨らみが作れるんですね。耳がどうしても出てるから、はいはい、人間の耳が横に出てるんで、ここからこう顔に沿うように風が入らないように。そのための一つの工程なんですねこれはね。そうです。でこれは大事な工程です。何にも分からずにこれを販売させてもらってましたね。この素敵
ステッチがそんな役割を、あ、そうか、内側にはライニングあるからもう見えないけどステッチは外に上がってるんですね。これで膨らみが出るんだ。逆にこれをしないとストーンと落ちちゃう。なんかこうただそこにただあるだけみたいに、うん、その耳にフィットしてるわけじゃないんですね。ですです。いわゆるそのハンティングとか軍物のとかもそういう形をしてるんですか、こういう耳当て付きのっていうのは。いや、そこの手間はかけてないところの方が多い。 そうなんだ、みんなしてるわけじゃなくて。うん、しても手間がかかるから、うん、省かれる工程ではあるんですね。軍物とかになるともう無理やり下ろしてベルトで顎で止めるとか、うんうんうん、そういう方が多いじゃないですかね。これはどんな工程なんですか。どんな これ？はいはい。これ20。ああ。そっか。今この状態を。はい。いやちょっとなんかもう普通の店でも難しいのに、なんか俺こんな回ってるものを塗ってることにすごいと思う。こんな立体なものを縫うんですね。これをじゃあ全部一つの帽子に対して3回塗っていくんですかね、帽子に使う生地ですよね、これがね。ああ、そっか、昔の企画で使われた生地がある。でもこれをまたこのパーツで使おうかなとかもアイデアとしてあったりするんでしょ。